はい、皆さんこんにちは、バクボリです。今回は見ながら掘れるひな人形のおひな様編ということで、こちらのひな人形を掘っていきます。ひな祭りにはまだまだ間に合うと思うので、皆さん見ながら掘ってみてください。また少しお知らせなんですが、この見本で掘ったひな人形と今回掘る新たなひな人形の2組をクリーマの方で販売させていただきます。この2セット以上は掘るつもりは今のところないので、もしよろしければご検討ください。それでは掘っていきましょう。今回のおひな様の工程はこちらになります。1番と2番、正面と側面の余分を取るは、おひな様とお代理様かなり共通しているので、簡単にポイントだけ押さえてやっていこうと思います。3番の荒彫りから詳しく解説していこうと思うので、余分を取る時のやり方を詳しく知りたいという方はお代理様の動画を見直してみてください。それでは道具の紹介に入ります。下絵はコメント欄にダウンロードできるリンクを貼っておくので、ダウンロードして使いたいという方はそちらからダウンロードしてください。それでこちらが型紙になります。下絵を厚紙に貼って切り取ったものになります。曲線でできているところも直線で切っておくと、荒彫りするときにとても荒彫りしやすいので、直線で作ってみてほしいと思います。今回使う木材はこちらです。木材の種類はジェルトン、幅はお代理様と同じだいたい5センチで、長さは型紙に合わせて切ってあります。それでは工程に入ります。一周ぐるっと回してみます。こうやって最初に書き写した分っていうのは過剰に太い部分があるので、そういう部分をちょっと数字を測って削っていきたいと思います。頭にかぶっている飾りの部分測ると1センチなので、今1センチ5ミリぐらい あるので、これを数字で取り直します。次は顔の横幅、3センチ2ミリ、3センチ6ミリぐらいあります。まあ、このぐらいならいい気もしますけど、ちょっとだけ削ります。6ミリ。横から見た頭、1、2、3センチ5ミリ、はい、明らかに大きかった顔の横幅、頭飾りの横幅、顔の幅、これを削り直しました。はい、それでは荒彫りに入っていきます。余分を取った後の荒彫りっていうのは、自分で判断しないといけないので結構難しめだと思います。目で見てわかる完全にいらない部分を削っていきます。見本を見るとわかりやすいんですが、例えば髪の毛だったらこういう、ここからこう入っている流れをそのまま持ってきてこうあるわけですよね。で、横から見ると体の流れがあって髪の流れがこうあるので、まあこんなとこかな。この部分はいらない。
この赤い部分はいりません。丸刀を使って次は手を出していきます。この部分、この部分が一番手前に来て、両方に下がっていきます。中心線を残すようにして、はい、まだ形というか深さは浅いかもしれないですが、上から見た時の手の形が近いものになったと思います。次は髪の毛と顔、ここで分かれていますが、これを作っていきたいと思います。で、いきなりここをこの状態から分けることはできないので、まずはいらないこの斜めの部分を取っちゃいたいと思います。この赤い部分を取ります。角を取ったことで少しだけ丸く感じるようになりました。ここまで来たら髪の毛と顔を分けたいと思います。顔の一番広いところ、まあ目算でいいんですけど、だいたいこの辺だと思うので、これの幅を調べます。1センチ、まあ2ミリぐらいなので測ります。書きます。1センチ2ミリ、だいたいこのぐらいで、次に高さを測ります。4センチ5ミリ、これを差し金で測ります。次は高さを出します。だいたいこのぐらい、これの位置が出ました。これを反対にも書きます。はい、ここが出ました。次にこの一番トップの部分、髪の毛が分かれている部分を出します。6センチ2ミリ、はい、これでこの位置が出ました。はい、では正面から見た時の、髪の位置、これを書き込みます。この3点を通るわけですね。まあ大体ですが、前から見た時の髪の形がこれで出ました。はい、じゃあ次、横から見た時の髪の位置、これを書いていきます。横から見ると、まあ始まりはここの部分で、まあ大体ですがこんな感じ。反対も書きます。始まりはここ、大体ですがこんな感じ。
前から見た時の顔はここまでしかないわけですね。なのでここの部分っていうのはここまで下げちゃっていいっていうことになります。こっちもそう、ここの部分っていうのはここまで下げてしまって大丈夫ということで削っていきます。前から見たところと横から見たところの、髪の形を取りました。はい、では顔の形、下も丸くなるので、この端っこの部分、この部分はいらないです。なのでここも取っちゃいます。はい、取りました。ではこの角になっている部分を取ってなじませたいと思います。はい、顔が少し馴染んだような気がします。はい、横から見た時の髪の毛もガツンと段差になっているのでここも馴染ませます。こんな感じになりました。見本とちょっと見比べてみます。最初に比べたらだいぶ近づいたかなと思います。改めて前から見た時の髪の形を変えてみましょう。はい、こんな感じです。さっきまで大きすぎて書いてもなんかよくわからなかったのが、今は書くとなんとなく形が見えてきたような気がします。こうやって見ると少し真ん中の部分、平らすぎます。距離がありすぎるというか。なのでもうちょっとバランスをよく角を取ってみたいと思います。体の後ろ側を取ろうと思います。今ちょっと角張りすぎているのでもう一面取ります。でここ髪の毛、ここの髪の毛の外側っていうのはこのまま下に入っていくような形なので、ここの部分も少し落として体と髪の毛分けたいと思います。丸刀で少し髪の毛のボリュームを出してあげて、後ろの斜めを取ります。はい、そしたら前からまた改めて彫りたいと思います。今手を出して斜めに落としているだけなので、もう少し下から上に、まあこういう感じの
取り方をしたいと思います。この深い丸刀で斜めに取って、はい、大体の粗彫りできてきたかなっていう感じがします。もう少し髪の毛、まあバランスが悪いので直して、そのぐらいでしょうかね。顔の形なんかはちょっと見本とは違いますけど、違う感じで進めようかなと思います。もう少しここ角度直して、この斜めも、はい、じゃあこの手の上のところ、少しだけこういうふうに歪曲させたいと思います。布がちょっとたゆんでいるような表現したいので、この丸刀で、ここの外側のシルエットがだるまさんみたいになっちゃっているので、もう少し衣がちょっと上に上がっているような感じにしたいです。ここの高さをまず出しちゃって、この一番上に行っているところの高さ、下から2センチ、これを測ります。下から2センチ、こっちも下から2センチ、これ左右で高さがずれてると変に見えるので、ちょっと前にも回して高さを比べてみて、まあ目で見て、高さ合っていると思えばそれで大丈夫です。このカーブを出します。この角度は適当でいいです。まず下に向かって、はい、高いところから下に入る角度ができました。で、今1面なので、ここからさらに2面角度をつけてあげます。もしノコギリ入れた方がやりやすい人は、1回ノコギリを入れてあげてやってあげたら、この木くずたまらないでポロポロ取れるので、まあ入れなくてもこうやって下から取ってあげたら大丈夫は大丈夫です。これで下側とりあえずできたので、次は上側、この2センチのところからそのまま結構上に取っちゃっていいと思うので、今この余分が残っちゃっているので、この余分を取ります。はい、2センチから上は取りました。で、最初にあった面と合流させて、今ここに角ができて、こういう2面になっているので、これ2面じゃなくて1面でいいです。こういう直線にしちゃっていいので、これを取ります。はい、1面になりました。反対も同じことやります。
こんな感じ。今、肩があるようなないような感じなので、肩をつけて入れてあげます。これももうここまで来たら見た感じでいいんじゃないかなと思いますし、測った方が安心できる方は高さ測って肩の位置出してあげてください。こう丸刀で一回取ってあげて、小刀で肩を作ります。はい。で、今ここ、一面で作りましたが、ここを衣のようなちょっとたゆんだ感じにしたいので、ここも、この丸刀でつけます。はい。じゃあここまでできたらちょっと一周ぐるっと回してみます。なんか横から見たときに平らすぎる感じがしましたので、ちょっとここの、横、上から見たとき本当に角材のまま残っているので、少し奥に行くときに狭まるように取ります。はい。取る前に比べてちょっと立体感が出ていい感じになったような気がします。はい。これで大体の全体の形出たと思うので、あとは今できている面を整えます。髪飾りはもうちょっと後でやります。今はとりあえずこの全体の形整えながらバランス整えたいと思います。はい。だいたい小彫りまで進んだので、一回ぐるっと回します。はい。今こんな感じです。ここまで来たら、頭の形とかが大幅に変わることはないと思うので、髪飾りをちょっと作りたいと思います。まずは正面から見た時のアウトライン、上の部分が円になっているような形なので、今四角なので、この角を落として1,2,3とバランスのいい3面にします。はい。横から見るとまあ型紙だと結構薄めになっていて、見本だともう少し厚めになっています。まあ、これは好みでいいですが、まあさすがにちょっと今のこちらの状態は厚すぎるので、少し縮めるにしても、前もちょっと取って、まあ今回はこのぐらいにしようかなと思います。少し前も落として、
少し平らな部分を残して、この左右を少しだけ斜めに傾けたいと思います。で、後ろの方の斜めも少し取ります。まあこんな感じでしょうか。後の模様とかは仕上げの時に彫ろうと思うので、ではこれで小彫りとします。では次、整理と仕上げ、まあ整理ですね、整理をやっていきます。彫刻刀を一回研ぎ直して、体をツルツル、顔と髪の毛はもう少し細かくしていきます。顔を刻むところを鉛筆で書き込もうと思います。ちょっと刻みます。はい、じゃあ次はこの衣の下側、この部分の刻みを入れようと思います。とりあえずこの書いた線の部分に小刀を差し込んで、で、この上の部分をここに向かって傾きをつけます。この下側の部分を鳴らす。ここの彫刻刀が小さくないと台を傷つけちゃうので、ちょっと厄介ですね。こんな感じですね。じゃあこれができたら次は上、まあ、上も基本的には同じです。手が入ってて、あんまり細くしすぎると良くないような気がするので、ちょっと残しつつ、ちょっと先に丸刀で
まあ、後で扇を入れる穴を掘りますけど、今はこのぐらいでいいと思います。はい、じゃあ次はこの髪飾りの模様をつけたいと思います。まあ、そんなに複雑な模様はつけないです。先端が3つに分かれていて、中央に丸い形があると。で、これを完全に分けてしまうと、この3つのやつが折れちゃうので、裏のところは残します、という形にします。じゃあまずいつも通り絵を描きます。これとんがりととんがりの間に小刀を差し込んで、お祭りの型抜きみたいな感じで削っていきます。輪郭は出ました。あとはいつも通り角を取って立体感を出します。はい、それではおひな様に持たせる扇を彫っていきたいと思います。荒彫りの時に取っておいた木材、これを使います。まずは絵を描きます。はい、絵が描けたらそれに合わせて切り取ります。切り取ることができたら厚みが厚すぎるので、これをまあ程よい厚さにします。形がある程度整ったら、この先端の部分を尖らせて、こっちのおひな様のこの手のところに尖った部分が差し込める穴を掘ります。ではそれをやります。
はい、できました。あとは台の線と裏をヤスリがけすれば完成です。それでは一周ぐるっと回してみます。もともと彫っていた方と少し雰囲気、顔や髪の毛の雰囲気変わりましたが、まあこれはこれでいいし、まあこれはこれで可愛いかなと思います。はい、ということで今回はおひな様の人形を彫ってみました。ひな祭りまでまだ時間もあるので、ぜひ皆さん彫ってみてください。こちらの2セットのひな人形はクリーマの方で格安で販売しようと思うので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。